この前北海道5区の補選を戦い抜かれた寺脇さんが来て、伺っています北海道5区本当に残念な結果でありましたけれども、と同時に、市民が連帯して戦いの、最初の経験でもありました。寺脇さんの方からその経過並びに今後私たちに、伝えるべき教訓のようなものをお話ししたいと思います。よろしくお願いします。まず池田さんに先頭の会長を発表お願いします。皆さんこんにちは。今日は北海道から参りました池田真希です。4月の北海道5区の衆議院補欠選挙では本当に皆様の応援をいただきまして、12万3000票の票まで、あと一歩というところまで追いつくことができました。本当に、負けたことが悔しくてたまらないんですが、この新しい今回の戦い方においては本当に市民の力といったもので学びとなるもの、そして実りといったものが必ずあったことは間違いないというふうに思っています。それをこの参議院選挙につなげること、そして衆議院選挙にもつなげること、そしてその先の地方自治体選挙までつなげちゃう、そのぐらいの思いでですね、私今日はお話をさせていただきたいと思います。ちょっと下の方で話します。15分の報告になりますけど、これはちょっと自己紹介なんでちょっと飛ばしますね。私は福祉を知りたっていうことで、思いまして政治を志したわけでございます。ですので今の憲法の問題、本当に思っているわけですね。日々の生活、今現在でさえ、この憲法があるにかかわらず守られていない、権利が本当に守られていないという中での生活をされている人たちに対しての支援をずっとしてきましたから、本当により強い思いで政治に挑ませていただいておりました。で、私がですね、このあと統一候補がこういう感じでここに至るまでということなんですが、擁立の経過というのはあまり他の地域の方々あまりご存じないかもしれませんが、いろいろなあれなんです。前町村衆議院議員が亡くなって、で10月補選があるかな、どうかなっていうふうに言っている中で、自民党はもう6月の末に、で共産党も8月の末に、で民進党は立てられないでいて、それで統一ということで市民の会ができてから、候補擁立ということで、12月の19日に出馬の要請になりました。なので、すごく遅かったです。で私にお話があったのも12月の初めに入ってからということがありましたので、本当にバタバタとしながらの候補の擁立の中でした。でこの中ではもうすでに共産党さんが立ってたので、なんて言うんでしょうか、統一候補というような認識ではなくて、私は選挙に挑んだということではありますけれども、その中で年内は引っ越しから始まりですね、本当に事務所がまだ全然できない、で1月年明けになっても、ようやく仙台事務所が動き出したかなとか、あと名刺を作ろうかなみたいな運動にまだなってないですね、選挙の運動に、そういう準備に追われるという状況でした。でこういう中で、やはりその大きかったのが、そうですね、市民の会というのが私と要請をしたというのが初めだったんですけど、12月の9日に要請をいただきました。私でその翌日の12月の10日から市民の会は統一候補へということで各政党への働きかけの運動に変わっていくわけです。ですので一緒に選挙運動ならないんだみたいなことを話しないでちょっと感じながら2ヶ月間過ごしてですね、ようやく2月の19日に両者の協定書にサインって、もうそこから火がポーンとつくわけですね。でやっぱこの2ヶ月間が私ももう本当にやきもきしながら本当に、もう何からやったらいいのかっていうぐらい大変な状態でして、で、やはりこの間に支えていただいたっていうのが、行かれる都市会っていうのを私ちょっと運動してたんですけど、そういうやはりその市民の日頃からのつながりの人たちが本当に応援といいますか支えていただいたかなというふうに思っています。
気持ちの共有も情報の共有もそうですし、この間に例えば民主党、まあ、その時は民主党だったので、民主党の旗を立てての街頭演説、この運動をどういうふうにやるかということも、この池巻とか若者とかは一緒にやってくださいました。そういうようなことでですね、本当に支えがここからもう市民だったっていうところがあります。一番近い人ですね。で、あと仕事を早くやりましょうっていうこと、これはもう難しいのは分かってるんだけど、同時進行でですね、私はこの顔を持ってたら、共闘の間の2ヶ月間は、どっちでもいいようにですね、お二人の名前を、例えば、まあ、候補するような活動もありかななんてちょっと思っています。民進党と、あと共産党の運動していく、同時並行でしていく、応援していくっていうのも、より社会にこう知らしていくことになりますので、そういうふうにもちょっと思ってましたね。で、この間にこういう市民の参加で、通常のその選挙事務所っていうか、これはまだ選挙事務所になってませんけれども、後援会事務所なんですが、この雰囲気作りといったものもとても大事で、いらっしゃいませって来る雰囲気が、いつものこの選挙事務所、バリバリのよりは、市民が来た時にお花があったらいいよねとか、お子供のキッズスペースを作ったりとか、市民活動している人たくさんいたので、私マットあるわよとか言ってですね、持ってきて、すごい大きな模様替えをしました。本当に全体にいた人たちは嫌だったと思います。でも、最後で気がついたらとても素敵な事務所になってましたので、やはりこういう空間作りっていうのもとても市民でないとわからないっていう部分だと思いますので、これはぐい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 入り込んでいいのかなって思いますね。はい。それで統一から本番までの動き、先ほどお話をしましたが、今度、もう一つ私には試練が待ってました。共闘後、4社協定サインを進めて、いや、統一候補だとなったんですけど、その後なんですが、各地域に行くわけですね、縁は千歳、市民の会に行くんですね、あちこちあちこちに行くんですけど、そうすると、なんだお前っていうのが始まるわけです。そこからまた始まるわけです。それで、なんで市民の会が寄せたんだとかですね、あとは、いろいろ協定書の中身を超える要請、政策 の, 要望があったりとか、非常にこの1ヶ月間は苦しかったですね。全部そこから説明をしたり、でも民主主義において本当にこの対話っていうのはとっても大事なことプロセスだと思います。ですので、統一候補になる前からこういう直接対話っていうのはありかななんて思ってます。私はもともといろいろ福祉の活動をする中で地域での声を聞いたりとか一緒に対話をする機会が多いので、そういうのがとても嫌だとかというより余計必要だと思うタイプですから、どちらかというとこの1ヶ月の間は非常に苦しかったのはこの時期が苦しいということですね。もうあと数日しかないのにっていう。で、無所属でやるということは、なんですか、スタートするまでの間にもう戦い抜いてないといけないぐらいの勢いなので、もうそういう焦る思いがある中での苦しいという意味ですね。プロセスは必要なんだけれども、また時期についてはどう検討かなと思います。で、ようやっとその空気が変わったのが市民連合の山口先生にもいらしていただいた集会と、あと調印式があったわけです。で、あの時にシールズのシールズちょっとごめんなさい発音がシールズの奥田さんもいらしていただいて、その時のいろいろ会場との意見交換、あの時ですね、結構激しい意見交換もあったんですが、そこで空気がピーンと一つになったような出来事がありました。これは私たちの選挙なんだということでですね、非常にここがキーになった転換点でした。その後からもう一気に運動が、主体的な運動に広がりました。で、まあ本当にすごかったですね。4月の10日直前では本当に千歳の賛成に、の最終回とか、本当にすごい私が知らないところでの電話買ってるとか、あと制作ビラとか SNS での活動なんか本当に大きかったなと思います。あ、それでこの写真がちょっと戻りますけど、ですね、よく戻りますね、ここですね、シールズの後、ほら、野党が共闘っていう、共闘後にこういう、運動ばっかりだったんですね、その後で1ヶ月間ね、そう、名前ないとかね、いう感じで、無所属だから政党名はなかったんですけど、まあ、本当にこういう実質に投票行為とか、名前を伝えていくっていう運動ですね、こういうのはもう一つこれから学びになったなというふうに思います。で、個人が主体的な参加をしていった、宣伝していったというのは今回の特徴だと思います。本当に皆さんが自由にできるのも、こうなんかこう SNS の力、
全体の事務所 の、 力量ではとてもとてもできないようなことも本当にすごいご用意いただきましたということで、ですね、自由な発信が多かったと思います。で、まあ、この辺はあれですね、あとまあ選挙戦の発生はあるんですけど、まあ、このあとはそうですね、今後に向けてなんですが、東京早くということと、共闘後 の、 その、民主、まあ、市民との対話ですね、認識の位置をしていく作業というのは、やっぱトップダウンではないですから、共産党さんとどこどこの会長のトップと話したから話がつきましたと、下ろされたところでという話はありますよね。ですので、やっぱそういうトップダウンではないんだということを、民主主義のプロセスはとても大事にしつつも、自主的に勝つために運動していかなければいけないと思います。で、あとは市民の力といったもので、市民の運動というのが、これからもう一歩、僕の方でですね、外に向かって広げていこうという話を、市民の会の皆さんとも、つい2日前ですかね、行わせていただきました。今まではやっぱ中での意識統一、意識統一だったんですけど、これからもう一歩外に出ていこうという話をしています。あとですね、連携ではなく、その要はプロというその政党との距離感なんですけど、やっぱりそこについては共同型、連携ではなく、やっぱり共同型で一緒に汗をかいていくということが重要だと思います。ですね、今後ですね、今後についてなんですけれども、これはまあ文字は別としてですね、やっぱその政党、今回19万人の方が棄権をしています、国会で動くでは。やはりその野党統一、共闘というのはその野党の統一候補として今回私戦わせていただきましたけれども、その野党の統一だけではない政治が今求められているというふうに思います。私の信念だと思います。誰一人置いてきぼりにしないというのはそういう意味で、本当に、そこに信念がありますので、ですので政党間の話だけではなくて、いかにこの一人もこう置いてきぼりにしない、社会を作っていくかっていう、ここが大事だというふうに今でも思っています。そういう意味で私の再スタートはですね、こう政党であるその政党はプロの意識をですね、もう一度目指して、もう一歩繰り上げなければいけない、乗り越えなければいけない課題がありつつ、そして市民は広げていく、そして私個人としてはですね、やはりその信念のもとに、誰一人置いてくことにしないんだっていう、誰のための政治なんだっていうことをですね、心を胸に、再スタートしていきたいなというふうに思っています。やはりこの根幹の政治危険の無関心層を生んでしまったっていうこと自体が今の一番 の、 政治の、誤りではないかもしれない、現実これを受け止めて、やっぱ投票率を上げるっていうことは、その行動に対するというよりはその心の部分ですね、本当になんでなのかっていうところをもう一度私自身も振り返っていきたいというふうに、思っていますということですね。私は早口言葉のような報告でしたが、終わらせていただきたいというふうに思います。後でまた意見交換もあるということなので、終わってからもまた皆さんとの意見交換も楽しみにしています。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。本当にご健闘をたたえてもらって、たくさんの教訓を、伝えていただきました。何よりもやはり私も前にもお聞きしたんですが、統一候補の決定が遅れたという時間の問題ですね。これは現在私たちにとっても同じ問題がありまして、これから選挙に向かうにあたって一歩も二歩もいつも早く進めていくということがとても時間の問題というのが重要かなというふうに思いましたし、それから一人も置いてきぼりにしない政治社会を作る、そのためにはこれまで無党派層と言われた方々の選挙への投票を促していく、そういう活動が何よりも重要なんだということもよく伝わりました。ありがとうございました。それではですね、今後の選挙の取り組みをどのように作っていくのかということで、シーズンの方の山本君の方から準備がある、あるようなので、ご報告をお願いします。ここ登って大丈夫です。はい、皆さんこんばんは。ありがとうございます。シールズの山本正明と申します。あだ名が独居で、ビタが独居と呼ばれたりとかし
して、ここにいる方々何人か 3.11 以降ですね、いろいろと、まあ、原発問題をきっかけにいろいろと活動し始めていて、それ以降から会っている人たちもここにたくさんいて、なんか感慨深いなと思っています。はい、まあ、ほとんどちょっと池間さんが話してると被ってしまうんですけれども、まあ、ちょっと、辛抱していただいたらなと思います。はい、まあ、今回参院選ということで、まあ、夏の国会前の文脈から、追っていくと、どうしてもこの選挙っていうのは今までない選挙にしていきたい、どういう選挙かって話したんですよね。でちょっと次のページ止まっていいですかね。つまり市民参加型の選挙を作っていきたいということです。ちょっと次のページに止まって、これ問題提起に入るんですけど、僕あのシリーズの活動のが、夏あの安保法制が通った後ですね、僕ちょっとアメリカにいたんですけど、実際に、バニー・サンダースや、ヒラリー・クリントンさんの、選挙戦を見てきました。でそこにいるボランティアの方々とも話しましたし、あとオーガナイザーの方とも話すきっかけがありました。その中であの日本とその海外を比較して、思ったことをちょっと問題提起として始めさせていただきたいと思います。海外は基本的にこれは左にある映像はバーニー・サンダースのホームページなんですけれども、まず最初に書かれていることはバーニー・サンダースはどういう候補者なのか、どういう政策を掲げているか、どういう理念を掲げているかではなくて、 This is your movement という形でこれはあなたのアクションですというふうなものを提示しています。ここに自分の E メールアドレスと、ZIP コード、これは日本でいう郵便番号ですね、を入れることによって自分の選挙区はここだと、で公約書ができますみたいな案内が届くようなシステムになっています。下の見てもらうと分かるんですけども、バーニー・サンダースの Facebook から本でもらうといろいろ動画が出ていて、それぜひ皆さん、ご覧になってほしいんですけど、それを見ると、バーニー・サンダースよりかはバーニー・サンダースを支えているサポーターの絵が中心的に描かれています。つまりどういうことかというと、海外は基本的にどう無党派の人を回収するか、あるいは組織票で勝負するかといった選挙の勝負ではなくて、基本的にはどう、投票に行く人たちを参加させるか、どう自分を応援させるかっていうようなことを選択に考えていて、そこが、まあ、勝負の見極めのポイントです。それがアメリカの、選挙のあり方、どう人を巻き込むか、どう人に行動させるかっていうようなことを一番ポイントに考えています。一方で日本のちょっとここに民進党 あのホームページ出していてちょっと恐縮なんですけど、あの民進党に限らず他の政党のホームページ見てもそうなんですけど、民進党、まあ、これ例えばですよ、民進党のサイトには候補者の名前しか載っていない、あるいはニュースがトピックが並んでいる、政策が掲げられているってことがあるけれども、僕ら市民がどうやってこの選挙に関わるべきなのか、政治に関わるべきなのかっていうような、アンサーみたいなものがホームページに書かれていないと。それで結局絵としては一部の政治家だけが参加してみる、頑張るぞおうって言ってるのは、テレビの画面から見ると政治家さんだけ、この違いがあるかなと。この絵をどうにか僕らが崩していかなくちゃいけないというふうに思っています。次のページ行ってもらっていいですかね。でつまりですね、これまでの選挙の問題って新しい提案です。これまでは政党や候補者が選挙争点を作って市民を投票するだけという、まあ、とても、まあ、自動的な選挙、組織票のみの扱いが行われていて、それに対して僕自身も 3.11 前全く関心がなかった人間なので、まあ、関心がないというようなことが起きてしまうと。ただこれから問われているのは、市民候補者政党が一体となって選挙争点を作っていって、市民は投票するだけでなく選挙に参加する、自分が勝たせたい候補者を投票で勝たせるのではなく自分の行動によって勝たせる、そういった能動的な選挙をしていきたいと思っています。で争点を作っていくと聞くとちょっとハードルが高くように感じるんですが、ちゃんと手に乗っていくと、僕ら市民が争点を作っています。例えばの話、安保法制のこと、あるいはその利権主義を回復しようだとかいうことも、夏の国会前の皆さんの動きがあったからこそ、それがそうとなっている。あるいは、保育園の人は日本死ねというブログが炎上しました。あれは、一人の市民によったに匿名でしたけれども、声が上がったことによって、国会に持ち込まれて、児童待機の問題がそうとなっている。つまり、僕ら市民が争点を作るべきであって、そういう政治家さんが勝手に争点を作るべきじゃないと。そういうのは僕らの行動の中で見せていかなくちゃいけないということですね。次のページに行ってもらって、僕がどうじゃあその市民を巻き込む、市民をどう参加させるかって言ってる、この市民の定義づけを説明させていただきます。簡単に言いますと、去年の夏の国会前を起点とした安保法制に反対するムーブメントに関わった市民、これある統計だと150万人の方が同時多発的に全国で動いていたというふうに言われている。この150万人をどう、選挙の投票ではなくアクション、参加にシフトできるかというようなことですね。
はい、で次のページに行ってもらって、でその市民と一緒に動いていく上で、まあ、ターゲットとすべきなのは、まあ、こういう人たちなんじゃないかというような話なんですけど、その前に前提、前置きとして説明させていただきたいのが、2014年の衆院選では、左の方を追っていくと文字が小さいに見えづらいかと思うんですが、約2500万人の方が与党に投票しています。一方で野党に関しては2014年衆院選で2700万人の方が投票しています。一方でこの真ん中にある消極的与党支持層と完全無関心層と消極的野党支持層というのがいます。これ全部ひっくるめて投票に行ってないです。投票に行ってない方が5000万人近くいます。で僕たちが一番にフォーカスしたいのは、消極的野党支持層でもなければ完全な無関心層でもなく、消極的に野党をちょっと支持しているような人にどう焦点当てられるかということです。まず与党の説明すると、消極的に与党を支持している人はこういう人たちですね。今の生活に特別不満は感じないし、今の社会に対する問題と向き合う機会、あるいは時間だと余裕がない、あるいはアベノミクスを恩恵を受けて、まあ、結構一部の人だと思うんですけど、あとは現政権に対して、まあ、大丈夫だと、まあ、ずっと今コロコロ日本でやっぱり首相が変わってるけど今の安倍さんは変わってないし、まあ、いいんじゃないのと思うような人たちですね。そういう人たちではなくて、僕らが今注目したいのは、消極的、あるいは潜在的に野党派と言われるような人たちです。どういうことかというと、現政権のせいで良くないと思っている、アベノミクスは失敗したいねとか、あるいはあの夏の国会前の候補者投資家ってちょっとおかしかったよねだとか、あとは、まあ実感としては生活が苦しい、まあ、自動その保育園の人、日本死ねというようなブログが上がるような、ああいう感覚を持っている人たちをどう野党に投票させられるかというところが勝負だと思います。はい、なので大体こういう方々は、一方で別に安倍さん以外に投票したい人いないよねっていうところがあるんですね。そこにどう希望を作れるか、いやでもそこは野党に投票してくれとどう言えるかっていうようなところが、今問題と、というか取り組むべきなのではないかと思っています。次の方言ってもらいまして、もうこれ池本さんの方で話していただいたのでちょっと急ぎ足でいきます。北海道補正の取り組み方ですね。僕、3月29日に日本に帰ってきまして、4月の9日から、24日までずっと北海道にいました。基本的には市民と船体の、まあ、緩衝材みたいな役割で、アクションをしていて、あまりこれは水面下で動いてたんで、メディアの方々にもどういうことしたらなのと言われても、基本的には投票に行こうみたいなことをしましたしか言ってないんですけど、そういうようなことをこの場からちょっと説明させていただきます。ちょっと言ってもらって、例えば外線ですね。これまでは基本的にこう左でそのつまり候補者あるいは政治家有名人な著名人な方が、外線車の上に立って、まあ、ずっとこう説明しているというような、でこれある民進党の方にお聞きしたんですけども、これまでやっぱりその旧民主党時代の政権選挙のあり方としては、どう候補者が市民を説得させるかっていうところが勝負だったんです。ただ今回北海道ではいつもの選挙展開と違うんだよねということを言われました。でどう違うんですかと聞くと、どちらかというと市民が声を発している、だから市民の声を聞くようなスタイルの集会を開いているというようなことを言いました。例えば、レディースデーみたいなのを作って、野党、与野党の、女性議員さんを集めて、でそれで集会を開いて、その人が喋るのではなく、そこにいる市民の声を拾い上げる、そういう集会を開いていました。それが結構受けていて、これは実際バーニー・サンダースも多くやっている手法です。そこの、予備選挙で各州に行くんですが、その州ごとで市民の声を拾い上げるというようなことをすると、でそれはすごく反響があったと、そういうようなことがアクションができるのではないか、あるいはこういった形で外線で、候補者を市民が囲むというのは作れるんじゃないかということです。でこれ注意していただきたいのは、外線車はとても効果的な方法なので、別に外線車を否定しているわけではない、ただ可能性としてこういう右の絵も作れるということと、あとこの右の絵は市民が作ったのではなく、船体と市民で協力して作っているものなので、どう船体と市民が協力できるか、そういう環境性を作れるかというのを、が今問われているんじゃないかということですね。はい、次行ってもらって、北海道補選で行った、市民さん方の選挙、どういった、まあ、広報物やアイテムを作成したのかという話ですね。選挙会、市民の会議、左のプラカードを見ていただくと、これ基本的に公選法上池田真紀さんの名前を使えないので、どうにか池田真紀さんのイメージカラーとつなぎ合わせて、投票日そのものを告知するようなプラカードを作れないかということで作りました。それを、まあ、外線で、まあ、実際囲んで、使ったということですね。
ネット用の回線告知、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、ネット選挙運動が解禁したかと思って何でもしていいので、告知日以降は池田真紀さんに投票してください、あるいは投票しましただとか、そういうようなことを文言を入れていいと、あるいは池田真紀さんの凱旋そのものを告知するようなフライヤーを、ネットの中だけ作れる、まあ、そういった取り組みがされました。右の方ですね、生徒間こういったデザイン統一の呼びかけ、これすごいこういう子だったんだと思うんですけど、これ正確に言うと2連ポスターって今 ありますよね。2連ポスターを今全国でもすぐに貼れると思うんですけども、北海道で2連ポスターをやっぱ告示前に剥がさなくちゃいけない、厚生保障で、その剥がすマイナスの、アクションがもったいないか、どうにかプラスできないかということで、2連ポスターの上にこういう政党のポスターを貼ったというアクションに切り替えた。なので、2連ポスターを剥がすのではなく貼る、こういう政党のポスターを貼るというアクションがあって、これはすごく効果的だったんじゃないのかという話ですね。次に行ってもらって、実際に、市民で行われた凱旋です。まあ、簡単に言うとこういうふうに、まあ、どうにかイメージから合わせてピンクで染めていったというようなことです。特に左の写真見てもらうと分かるんですけども、これは池間、ユニキタのメンバーがやってた凱旋で、僕が最初に来た時には、例えば戦争反対とか、あるいはその救助を壊すなとか、子供の命を守れだとか、そういった凱旋を最初行ってました。で、僕の方から客観的に見て、その池間さんの一票にあまりつながっているイメージがなかったんですね、そういう凱旋が。というのは色もまばらで、確かの時は青とか緑色とか黄色とか、たまにピンクが入っているような感じで、結局、またそういう凱旋が行われているという市民の見られ方で、それが池間さんの応援につながっているような形じゃなかったので、僕の方から提案したのが、ピンクにして選挙に行こうよ、ガキ行ってみるのはどうかっていう。で、それで実際やってみて、まあ、こういうふうに、まあ、写真で撮っても印象もいいし、まあ、いけません、一分どうにかつなげられないかとか、そういうような形で、意識をシフトしていきました。で、ここにいる皆さんは多分理解があるのでいいと思うんですけど、これ結構デリケートで、なるべくかっこよくしたいっていうんだけども、それじゃダサいよとかっていう議論が多分皆さんこうミーティングとかで各市民団体あるいは選対の人で話すことがあると思いますが、僕の方で意識していることがあります。で、僕がいつも伝えるときは、今回の選挙は、候補者だけが主役ではなくて、僕ら市民も主役なんだというようなことを言っています。つまり僕らも見られると、どういうふうな 人が池田真紀さんを応援しているのか見られるから、どうやったらその見られ方がよくできるかというところを工夫していきたいですよねみたいなことを言って、その中でやっぱりイメージカラーを揃えたいし、救助を壊すなっていうとちょっと攻撃的に聞こえるから、選挙に行こうよってもう少し中性的なメッセージに変える、そういうな取り組みができるよねみたいなことは、僕もちょっとこう言い方を変えながら、やっていきます。そうすると結構皆さんも理解してもらえて、気持ちやっぱり一つなんで、そこら辺の工夫もいるかなと思います。ちょっと長くなりました。次行ってもらって、そもそも投票を呼びかけるアクションをしました。やっぱり投票率を上げることには、まあ、越したくないというか、まあ、向こうは組織より勝負してくるんで、どうにか、投票率を上げて新しい無党派、先ほど山口さんからもあったと思いますけど、それをどうこっちに呼びこっちに投票してもらえるかという意味でも、どうにかこの投票率を呼びかけるアクションをしていきたいと。今シリーズ、後で紹介したシリーズの方 のホームページに行ってもらうと、こういう選挙ガイドだとか、まあ、投票を呼びかけるような、リーフレットを掲載しています。それをダウンロードしてもらってぜひ使ってほしいんですけども、これはすごい反響が良くて、例えば北海道のチェーンのハンバーガー屋さんだとか、カラオケだとか飲食店とか、あるいはもしかしたら郵便局だとか、そういったところに置いてくださいって言ったら、みんな置いてくれました。これが不思議なもんで、そういったアクションもそういう政党色がない広報部だとできるというような方が発見があったので、まあ、ぜひ皆さんも取り組んでもらいたいなと思います。はい、ちょっと次じゃあ行ってもらって、実際に北海道あそれ政策解説の画像も、作りました。これは結構ネット拡散が中心ですね。ちょっと今弁護士さんと相談しながら、これを、まあ、できればポスターとか、あるいはプラカードできたら面白いんじゃないかというのを取り組みもちょっとしているので、シリーズポストというウェブサイトの方から呼びかけがあったらぜひそれを皆さんダウンロードして使ってほしいんですけども、まあ、そういうようなことをこういうようなこともネットから拡散していきました。はい、じゃあ次行ってもらって、何よりも市民が参加したいんだけども、何していいかわからない、あるいは公職選挙法が怖くて動けないってこと方々がいると思うので、そういった方々にペライチの画像で、こういったアクションができるよっていうのは説明を、まあ、ジョイン池間明って特設ウェブページを急遽作りまして、生徒の方々にも協力してもらって、
でそういうようなことを、ウェブサイトに載ってます。こういうアクションもできると思います。はい、次に行ってもらって、まあ、これ実際の動画コンテンツですね。これ皆さんぜひ参考にしていただいて、あの見てほしいなっていう、あの簡単な紹介、特に一番左上のずっと部屋をもっと安心よっていう PR 動画は、あの基本的にあの半分いきました、半分市民というような映り方で、あのこれまでないような PR 動画だったんじゃないのかなと思っています。はい、で次の方行ってもらって、SNS なんですけども、まあ、実際どうだったかって話ですね。ツイッターが特に顕著に違いが現れています。池田真紀さんはほぼ4000人近いフォロワーがいるのに対して、和田義明さんは650人ほどで、池田真紀さんを応援するのが、まあ、5つアカウントがあって、和田さんはアカウント1つだけというようなぐらい違いがありました。なのでこのやっぱり SNS を見ただけでも、どっちが市民派なのか、どっちの、候補者の方が市民から応援されるのかよく分かるなというようなことを比較として一応出させていただいています。はい、で次に行ってもらって、はい、まあ、以上が国会でのこと、池田真紀さんからも話されたこともあるので、ちょっと重複していったらすみません。次に、まあ、具体的な取り組みについてですね、はい、次行ってもらって、具体的な取り組みについて話させてもらう前に、まずは、お互い、その無党派の市民、まあ、これは無党派ではなくてもいいですけども、あのそういう市民、政党や、まあ、選対側 の特徴というか、違いというか、そういうのをちょっと一回紹介した方がいいなと思って。まずは市民は、まあ、面白かったのは、その政党組織がないネットワークを持っている、例えば、大学生のサークルゼミ、あるいはバイトだとか、主婦だったら習い事、あるいはその保護者同士のつながりだとか、あるいは自営業者、例えばレストランの経営者だったら、そこに広報物を置いてもらうかもしれないという独自のネットワークを持っているので、それをどうにか使っていきたいなというふうに思っています。その他に党員を超える数を集めることもできるし、まあ、今後の動きにつながれるような地盤を作ることができると。これどういうことかと言いますと、今回は参院選ですが、今後の衆院選あるいは次の選挙のことを踏まえたときに、やっぱり僕ら市民が参加していくような地盤を僕ら自身が作っていかないと、結局あの政党や候補者だけの選挙あるいはだけの政治になってしまうので、どうにか僕らでも参加できるような地盤を作っていくのはどうかということで、北海道では実際ともそういう地盤ができつつあります。であとは何よりも市民にしかない感覚、独自の発想を持っていると、あのその例のカラオケだとかハンバーガーチェーン店とか居酒屋とかなんか、そういう郵便局のところに置きたいとかポスター貼りたいといったのは女子大生の子が言って、で俺はそれは無理だと、俺は絶対できないよって言ったんだけども、行ったら意外とできちゃうことがある。そういうなんか思いがけない発想を持っていて、あるいはレストランの経営者だったら、あのイベント開トークイベント開いてもいいよと突然言われちゃって、あじゃあ開いちゃおうかみたいなこともできると。だからそういうあの発想みたいなものをやっぱり市民は持ってるんで、そういう強みがある。一方でまあ、何よりも選対側での特徴としては、まあ、固定の人数がいるし、資金が安定しているし、まあ、ノウハウを持ってますよね、選挙のプロのはずなんで。であと何よりも一番の強みは選挙活動ができるんですよね。あの選挙期間中に僕らは選挙活動とはできないので、ただお互いのこの強みを生かすことによって新しい化学反応を起こせられる。例えばの話、あの先ほど最初に例に挙げた写真の池田真紀さんを含むあの市民の絵、あれっていうのはあのそのお互いの強みを生かした、アクションだったと思います。僕らは選挙活動できないけれども、池田真紀さんを応援するという立場の上で囲むことができる、それが絵になる、でそれが SNS で、あの拡散してもらう、あるいはテレビニュースに載ることによって新しい人がまた参加するというようなことができると。次に行ってもらって、選択と市民の連携ですね。まあこれ簡単に説明すると、で具体的にどうしたらいいのかって話だと思うんですけど、やっぱり各講演会あるいは選対が事務所になるべきだというふうに思ってます。なので市民の窓口をそこで設置できないか、例えばですね、池田真紀さんが例えば、事務所に行ったとしましょう。そこにいろんな広報物が置いてあるんですよ。例えばじゃあ選挙に行こうだとか、あるいは池田真紀さんの応援するようなものとか、あるいは政策のことを言っているようなものとか、いろんなアイテムがあって、それが武器底代わりになっていると。でそこで市民がアイテムをゲットして、それを持ってあのアクションを行く、ポスティングするかもしれないし、ポスター貼るかもしれないし、であるいは、まあ、ちょっとこれ僕のあくまでもアイテムなんですけど、地図をみんなに作る、みんなに地図を作っていって、で、赤いシールはじゃあ、ポスティングどこどこにしたって時は、私たちここにポスティングしたからさ、赤いステッカー貼っちゃうとか、あるいはここにポスター貼ったからと青いステッカー貼るとか、あるいはこのお店にあの広報物
を置けたってなったら、あ、そこにじゃあまた補充しようとか、そういうような感じで可視化させるっていうことですね。でそうすると市民としても、これよくあることなんですけど、動いてると、あの本当に効果があるのかなとか、選択何やってんだろうって、あの市民方何やってんだろうって、すごいお互い疑心暗鬼になっちゃう部分があると思うんですけど、どうにかしてそういう地図とかを使って、お互いのアクションを可視化させることによって、意識だとかモチベーションだとか、まあ、達成感みたいなのを向上できる、そういうからくりを僕ら自身が仕掛けていくっていうのが、まあ、できるんじゃないのかなというふうに思っています。で、次にその SNS やメディアの情報共有ですね。多分今僕さっとあそこで、どういった都道府県どれが来てるのかなって見たんですけど、上から上げていくと、北海道、長野、石川、群馬、茨城、栃木、山梨、埼玉、神奈川、千葉、東京、岐阜、愛知、大阪、香川、大分、愛媛、長崎、福岡ですごい数が見えてるんですよね。いろんなアクションしてると思うんですけど、やっぱりどうにかしてその皆さんもこういった内容とかもみんなに共有したいじゃないですか。できるだけメール数、あるいはそのツイッター、フェイスブックで何でもいいんですけど、それでつながれるようなコミュニティをどうにか作っていった方がいいんじゃないかというようなことですね。で、まあ、その中で例えば、あの、いついつに安倍さんが来るかもしれない、あるいは小泉進次郎が来るかもしれないみたいな情報があったら、それに対抗して何かしなくちゃいけないという形で、みんなのモチベーションがまたグッと上がったりもするんです。だそういったこともできるなという話ですね。次の方に行ってもらって、で、まあ、何よりも最初にお伝えしたんですけど、イメージカラーと選挙のテーマの統一をどうにか図りたいと、これは実際に、宮城でも実際あったことなんですけど、今日宮城の方がいらっしゃるんですね。宮城でも実際あったのが、まあ、宮城の候補者桜井美鶴さんで、オール宮城の方々中心になって動いていると、ただ一方桜井美鶴さんは、青色がテーマだけど、オール宮城は緑色がテーマなんです。これじゃ組み合わないなってことで、どうにかしておそらく今なんかテーマカラーを青色ベースにして、その中でオール宮城緑色をちょこっと入れるような感じで変えていきます。そういうふうにすることによって、市民 の、その外線だとか動きが全て桜井光さんの一辺につながるようなことをしていった方がいい、あるいは池田真紀さんの場合は普通の人が豊かにどうっていうようなキャッチコピーがあったので、それを使っていくだとか、そういうようなこともできるんじゃないかということですね。で、集まる場のセッティング、その先ほど選対の事務所を市民の窓口にしたいという話だったと思います。あとは池田真紀さんからも話があったんですけど、例えば今、あの僕、昨日長野に行ってきまして、長野だと、2階、選対の2階の、半分ぐらいはもう市民だけで共有に使ってくれっていうオープンスペースを作ってます。そういうような場所を使って、ミーティングを定期的にする。あのこういうことをアクションしてますだとか、例えば、ね、あの北海道の厚別区だと、まだまだあのアクションが弱いから、そこを中心的にやりたい。例えば、スタンディングだとか、ポスティング、ポスター貼るだとか、そういうような電話かけだとか、そういうのを重点的にやりたいという情報を選対の方に言って、それをみんなに共有するとか、そういうミーティングを、まあ、例えば開く。そんなこともできるのではないかと思っています。はい。で、次の方に行ってもらって、ネット選挙運動の意義というか、まあ、役割の違いですね。ネット選挙運動、結構、どこまであの票につながるのかなって、ちょっと見えづらい部分で正直あると思うんです。ただ、一応これぐらいの違いはあるということを紹介させていただきます。まずは、ツイッターの方からあの紹介させていただきますと、例えば、ツイッター基本的にムーブメント作りに使われてます。シリーズでもツイッターのアカウントを使ったのも、基本的にはそのムーブメントを、まあ、促進する役割として使っていました。例えば、まあ、あの皆さんはそのシリーズのアカウントをシェアしたとか、シリーズが言ったことをシェアする、写真をシェアするだとか、あるいはそのあの実際にシリーズで行ってたのは、あの国会前にみんながスピーチするのをその場で文字起こしをするんですよね。の文字を起こしてどんどんツイートするみたいなことをして、それを拡散してもらって、そういったその個人の言葉をどんどん拡散していったというアクションをしました。これまさにその今回の選挙にできることだと思って、実際に池田真紀さんのところが喋っていることを、文字に起こして、そのタイムリーの情報をどんどん拡散するというのが追加できると。一方で Facebook なんですけど、これはどちらかというと一票につながるアプローチだと思ってます。 Facebook は顔と顔とのつながりなので、 Twitter は匿名性があるんですけども、この Facebook の顔と顔の顔の見えるつながりをどんどん生かしていく。で、例えばその個人のアカウントから選挙の告知や、勝手には市民団体の動きをシェアしたりとか、候補者の情報や動画をシェアしたりだとかっていうことで、何よりも地域を絞って広告を打つことができるんですね。で、これ信州、あの長野の信州の市民の方がいらっしゃると思うんですけど、実際に Facebook で確か3000円だったかなの広告を、打ったら、確か何かの画像だったか動画が、今まで400ぐらいしか
いいね、前なったのが、なんか7000、あ、今400回数の再生だった動画が7000回数でいったとか。で、Facebook は、どこどこ、何々市の20代から30代って感じで広告をこう絞って出すとできるんです。結構、お金を絞って3000円でできちゃうんで、結構効果的な使い方がマーケティングとしてできるんで、まあ、ぜひ有効利用してもらいたいなと。特にアメリカは Facebook を中心になってます。すごいうまく広告使ってますね、マーケティングを。はい、で次の方に行ってもらって、まあ、つまり今の全部話して皆さんすずこう、あ、なんとなく流れが見えてたと思うんですけど、僕らが作っていかなきゃいけないのはこういう循環を作ることですね。アクションする、先ほど言ったポスター貼る、広報物を配る、集会に参加する、電話を受けする、イベントをする、まあ、ミーティングをする、そういったものをどんどんリアクションとして拡散していくんです。例えば僕ら自身で写真を外線で撮るだとか、こういうことをしましただとか、そういうようなことをやる、あるいは新聞やテレビとかに報道がされる、その、リアクションを受けた人たちがつな、がっていく、センターに参加、あ、じゃあ事務所に行ってみようだとか、あ、こういう動きだったら知らなかったんです、でそれで参加していって、また次のアクションを作っていくっていう、こういう循環を作っていく必要があると思います。で結構僕の中の宮城、宮崎、三重、滋賀と回ってるんですけども、よくよくって結構見るのが、どうやったらもう 100% に東京都の絵を作れるかって結構皆さん議論されるんですね。どうにかしてその民進党、共産党、社民、生活みんな立ち上げて、上りも全部立てて、市民も囲んで、もう最高の絵を作ろうっていうような感じでミーティングされるんですけども、難しいです。やっぱりそれは皆さんこの野党共闘が進むのも大変だっただけあって、でもできることは全員が集まらなくてもいいから、全体と市民で何かと一緒の企画を取り組むことがとにかく大事だと。だから10%の声切り、例えば街宣車の上に、じゃあ民進党の候補者の方が喋って、でも結局すぐ乗りちゃって、なんか社民党とか生活の視点でどうにか一緒に絵を取らないとか、そういうのがあるんですよね、皆さん地域の事情が。でもそれどうしてもしょうがないです。だからそういう声切りなものでもいいから、ちょっとずつやっていくと、最終的にはもう死のうと言ってる場合じゃないから、みんな隣に立ってやっちゃおうぜっていう動きになります。絶対最後の3日とか5日とかはどうせなるから。でも足がかりとなるようなアクションを1個もしないと、もうそこで何もできなくなっちゃうんで、とりあえず全然高いクオリティも求めすぎずに、ちっちゃいところから一緒にアクションを起こしていくっていうようなことをしていくべきなので、体制とかシステムを整えるんじゃなくて、まず何よりもアクションをする、でリアクションを作ってつながってアクションをとにかく作っていくっていうことが、まあ、求められてるんじゃないのかなと思います。次の方に行ってもらって、で、まあ、船体の方ではできればその段階ごとのアクションを提示するのがいいのではないかと思ってます。池田真紀さんに1票お願いしますって自分の友達に言うのは結構ハードルが高いんですよね。難しかったりとか、わっ、どうしたお前大丈夫かって思われるんじゃないかというのはあるんですよ、やっぱりそういうのが。くだらないなと思ってるかもしれないけど、でも例えば投票に行こうよとか、そういったことは言えたりとか、あるいは今皆さんのお手元にある市民ネームのパンフレット、かわいいですね、結構かっこいいみたいな、それだったら友達に渡せるかもしれない。そういったアクションとレベル段階に分けて、まあ、全体の方でも置いていくし、市民の方でも作ってもいいかもしれないし、っていうようなことができる。そうすると、市民としても、どうしてもこの状況変えたいと思って動くんだけども、私そこまでできないわっていう人がいたら、じゃあ、こっちまで。そういう流すことだけでもいいからってくるなって言ったってくれるんですが、これだと友達配れるわみたいな話だと思うんですね。だそういうような段階ごとのアクションを提示するというのは、まあ、結構重要なのではないかということです。で次に行ってもらって、最後に簡単に活用できるフリー素材参考サイト等をちょっと紹介しようと思います。次、皆さんお手元 その市民年号のパンフレットにも記載されていると思うんですけども、こういう市民統一のプラカードを皆さんに使ったらどうかということです。やっぱりプラカードを使いたいんだけど、なかなかデザインを誰か手配したいけども、そのなかなか使わないとかいろいろあると思うんですけど、これダウンロードできるので市民年号のホームページから皆さんこれぜひ使ってください。その候補者の色に合わせた、プラカードを順に使ってもらってっていう形ですね。であるいはその自分の、候補者のイメージカラーがこれにどれにも当てはまらないというようなことがあれば、まあ、別個問い合わせいただいて、もしかしたら色を別で作れるかもしれません。カモですね。ここの手が全くわからないので、はい、カモです。ちょっとなんかなかなかいっぱいいっぱいです。
はい、で、次の方に行ってもらって、市民言語のホームページに、皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、こういうポスター貼ってもらっても、貼ってもらってやってもできますし、内容よりも今のポスターが、プラカードが、市民言語のホームページに載ってます。次の方に行ってもらって、シリーズポストの方で、例えばこういう、制作解説の画像をいっぱい、これからストックしていこうと思うんで、これをどん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 使ってもらって、Twitter や Facebook で拡散していってください。まあ、シリーズポストが武器庫みたいな役割になったらなというような感じで、やってます。で次の方に行ってもらうと、サイエンスのパンフレット。これ、まあ、市民言語のパンフレットなんですけど、まあ、ほとんど中身は一緒ですが、サイエンスのパンフレットのシリーズ作ったものもありますので、もうこれもシリーズのポストっていう、方のウェブサイトに行ってもらえたら、ダウンロードができます。はい。で、次の方行ってもらって、投票概要。こっちの方がもっと柔らかくて、こっちはどうやったら投票に行けるかという感じです。で、朗報でシリーズの名前ありません。なので、何よりも、みんなに配りやすい。うん、なんか、どこが作ったのわかんないみたいな感じで、私かなと思います。で、次の方に行ってもらって、15分で分かる当選、公職選挙法ガイドですね。これ、石川真央の解説で作ったものなんですけど、非常に分かりやすい。これはぜひ、結局、うちわの人間の、僕らみたいな人、そう、の脳が伝わりたいなと思うんですけど、これも、もしもしダウンできるようになったら、ぜひ、皆さんに配っていってっていうふうに思います。で、最後ですね、これ、まあ、大した職場にならないと思うんですけど、結構若者向けのもので、まあ、投票に行こう、選挙に行こうみたいなことを発信してきてるけども、これまでやっぱりそういうのって、なんか政治的に言ったりしたり、あるいはなんか、モラル感で言ったりする。お前なんか政治に対して、なんか文句言ったら投票しろよとかって、すごくレベルの低いところで投票を呼びかけてたんだけども、どこかカルチャーだとかファッションから投票を呼びかけるできないか、それがスタンダード、それがかっこいいみたいなところでできないかっていうことで、まあこういうようなファッションとかブランドが立ち上がってるんで、こんなの売ってるよみたいなのを、Don't Trash Your Boat とか、シールズとか、なんかそういう調べても出てくるんで、自分の、なんでしょうね、お子さんとかにも紹介したりとか、そういうのあると思うんですけど、子供になかなか紹介できないとかあると思うんですけど、これ買ったらいいじゃないとかいうこともできるか思いますので、まあ、最後のこれという紹介もさせていただきました。なかなかすみません。以上になります。